ブラジル国立博物館は、かつてブラジルのリオデジャネイロに存在した博物館である。リオデジャネイロ連邦大学によって運営されていたが、2018年9月2日の火災によりほぼ全焼した。1818 18年6月6日に、ポルトガル王女案6世が植民地の科学的研究の拠点とする目的で、王立博物館として設立したことに始まる。 施設は、リオデジャネイロの中心地、カンポデサンタナ公園に作られた。設立当初は主に植物や動物の白星が収容され、特に鳥の白星が有名で、鳥の家とも呼ばれた。1817年に、神聖ローマ皇帝フランツ2世の巫女、マリア・レオポルディナでアウストリアが、ブラジル皇帝ペドロ1世と結婚したのを機に、オーストリアによるブラジルでの科学調査が、 盛んに行われるようになり、多くのヨーロッパの博物学者がブラジルを訪れては、その探検の成果で、博物館の資料を充実させていった。これらの博物学者の中には、ヨハン・バプチスト・フォン・スピックス、カール・フリードリヒ・フィリップ・フォン・マルティウスがいるほか、ブラジルを探検した学者オーギュス・タン・サン・ティレールや、ゲオルク・ハインリヒ・フォン・ラングスドルフも、植物の資料を充実するのに貢献した。 ペドロ2世の治世下では皇帝の思考もあって人類学、古生物学、考古学の各分野の資料が集められた。皇帝が旅行で入手したエジプトの美術品や化石などが収蔵されたり近代化されて南米の自然史、人類学の資料収蔵の拠点となった。ペドロ2世がクーデターによって廃位となった後も皇帝は人気のある人物だったため、 皇帝の旧皇居を博物館に改装して1892年までに収蔵物を移された。博物館は1946年にブラジル大学の管理下となり、救急殿内や公園となっているキンタダ・ボア・ビスタの植物園に建てられた建物内に研究室が作られ、リオデジャネイロ連邦大学の研究者の研究施設となっていた。 月曜日を除いて10時から16時の間、一般公開されていた。2018年9月2日に発生した火災。建設から200年が経過し、老朽化が進んだため補修工事の必要性が指摘されてきたが、2016年のリオデジャネイロオリンピック以降は予算が削減され、工事が進まなかった。2018年9月2日に大規模火災が発生し、 建物はほぼ全焼。2000万点以上あった、収蔵品の多くが失われた。ウィキメディアコモンズには、ブラジル国立博物館に関するメディアがあります。ブラジル国立博物館火災に関するカテゴリー、ありがとうございます。